やー、吹雪いてきたな。吹雪いてきた。寒くなってきましたね。まあ先週までね、ちょっと木をね集めてたりとかしてたのでね、木をね伐採してね集めてましたね。まあ来年ね鯉を温めるためのね燃料を、この辺のバラバラのもねちょっとまとめないといけないんですけど、なかなか、あとまあ お客さんの意見にね、今ろ過装の方がね注文も来るようになってね、まあそのまま半分してねお客さんに取り付けてもらっている場合もあるんですけど、まあ自分ではね、取り付けられない方はね、トラックで行ってね、取り付けて、まあ1日とかね、2日で、取り付けてくる作業も、してましたんで、鯉の仕事からね少し離れてね、池の設備だったりね、あとまあ池の解体とかね、最近増えてきましたね。そういうことで、まあ池をね壊して、池をね、壊してほしいとか、池をね、さら地にして駐車場に戻してほしいとかね、そういうふうな仕事もまあだいぶ増えてきましたね。でそういうふうなこともちょっとねしてましたんで、またこれからね春になれば売り出しとかそういったね動画もお伝えできると思いますけども、まあもうちょっとのね辛抱ですね。まあちょっとね山形県まだ寒いんで、そっちの方のね仕事でまあちょっと手が離せなかったので、まあこれからねまあ手が空いたらね錦鯉のね、撮影とかヤフオクとかも撮影していきたいと思いますので、また引き続きねご視聴のほどねよろしくお願いいたします。まあ今日はねちょっと何もネタなかったのでね、こんな内容まだね寒い、春はほど遠いですね。まあもうちょっと暖かくなってきてね、春になればねまあネタも増えてね、野池の整理だったりとか東北の若鯉品評会とかね、そういうのもだんだんとね出てくるんですけども、錦鯉のね販売も本格的にまだしてないので、鯉と一緒でね冬眠状態ですね。温度の取ってないところ、こんな感じのところで冬眠状態ですね。これからもっと暖かくなってきたらね、まあ4月の末頃、まあ展示即売会とかもね、できるかなと思って、まだねはっきりとした予定は決めてないですけども、まあ、4月30日ぐらいだったかな、まあ最初の日曜日とかね、あと5月5日とか、まあ、その前後でねゴールデンウィークね1回か2回ぐらいね展示販売とかもねちょっとしてみたいなとは思うんですけども、春が暖かくなってきてから考えたいと思います。搭載はね、搭載は温度をね取ってるんでね、餌食わせてるんでね楽しいですね。2歳3歳は温度ね、温度を取ってるわけじゃないので、まあ餌をね毎日食わせてるわけじゃないので、たまにパラパラとね食わせる程度にしておりますね。殺菌灯の上に猫が乗って温まってますね。あの上あったかいんですよね、電気でね。野良猫なんですけどね、誰か欲しい人いる場合ね持ってってください。錦鯉の餌をね食べるネズミがいなくなったのもあいつのおかげなんですけど、まあね野良猫ね、まあ何もネタないんですけども、まあ毎日ねいや同じことねやるだけなんで、あとはまあ、釣りに行きたいなと思ってもちょっとねこう春の嵐で天気がね悪いので、まあどこにもね行けなくてねストレス溜まってますね。自宅のね釣り具とかねそういうのをね整理したりとかねするのでね、まあ機会があったらねお見せしたいと思います。はい、ガラクタだらけのね、趣味の部屋ですね。でロットがバトル悪いですね。これウッドルアとかねルアー類ですね。こちらもルアー大量にあります。ルアーは木で作られてるルアーですからね、大変高価なものになります。ここら辺は自作のルアーですね。まあ自作、こういうのね自作のルアーですね。
自作、こういうのもね自作してたんですけど、最近は暇がないのでね、飽きちゃったのでね、自作してないですね。この市販製の、市販のルアーですね。あとはイカ釣り用のね、イカ釣り用のエギとかね、あとルアー類ですね。スプール、これ糸ね、300メートルぐらい巻かれてる糸ですね。あとまあ平らばだったり電動だったり、ここら辺は泳がせで使う大きなリールですね。ここら辺はまあタラ釣りとか餌釣り用に使うリールで、ここら辺がマグロを釣る用のマグロ用リールですね。スプールがいろいろあってね、スプール交換してね使います。ここら辺がプラスチックだったり、ここら辺がジギング用の青物釣ったり、タコ釣るためにタコ糸巻いたりねしても、こんなところ、これはねタコ釣る時のアピールするためにね、タコにアピールするためにね、キラキラ光ってるもの、釣り竿を補修したりとかね、ガイドの補修だったりとかはね自分でするようにしてますね。はい、こんなところですね。ビールはビーコンの210かな、1万8000円くらいですね、1本結構しますよね、ビーコン。ここら辺で2万円前後ですね、1本が。こんなところ